京電力は福島第一原発2号機の格納容器の内部調査を行い、格納容器の中に溜まっている水の水位が床面からおよそ60センチしかないことが分かりました。2号機の格納容器の内部に工業用の内視鏡を挿入し、溜まっている水の水位や温度などを調べたところ、水温は50度程度で、水位は予想より3メートル以上低い床面からおよそ60センチだということが分かりました。水は透明で、カメラを入れると細かい堆積物が舞い上がったということです。2号機では溶け落ちた燃料が一部格納容器の底にも落ちていると見られていますが、東京電力は格納容器内の温度や水温が比較的低いことから、この水の量でも燃料は冷やされているとみています。明日は格納容器内の線量を測る予定です。